はい、こんにちは。日本改革党、くつざわでーす。NHK 受信料、去年度末ですか。年末ですから、3月末日かな。今年の3月末日の県別支払い率が発表になっておりました。つい最近ね、支払い率ってありますけれども、まあ、要するに滞納率のことでして、支払い率 80% って言ったら、あ、滞納 20% してんのね、みたいな、一覧になっておりました。滞納率 10% 以下の真面目に払ってる県ランキング、1位が秋田県、なんと 97.6%、新潟 94.5、島根 94.3、岩手 94.0、鳥取 92.9、山形 92.8、青森 91.8、富山 90.8、山口 90.0 と、いうことで、まあ見ればわかる通り、田舎ですね。田舎は真面目だな。まあね、私もいわき市住んでましたから、よくわかりますけれども、あそこ NHK 払ってねえんだと。なんつって噂になっちゃうからね、外分割っていうのもありまして、田舎はまあ真面目っていうこともありますけれどもね、滞納率が高いランキング、沖縄 48.4% ということは 51.6% の人が払っていない、大阪 65.0%、 東京 66.6%、 北海道、70.2% しか払っていないということで、沖縄は半数以上、東京、大阪は約3分の1の人が滞納中と。沖縄はですね、本土返還後に突然、今日から NHK 払えって言われて納得できねえっていう人が多数っていう、特殊事情がありまして、NHK はタダで見るものというのが、まあ、刷り込まれちゃってね、沖縄、東京、大阪といった滞納が多いところの未回収金を真面目な県が補填している構造になってますよね、これね。不公平じゃないの。スクランブル化で、この不公平は完全に根本から解決できます。あと、視聴料、視聴時間の不公平もね。忙しくて、週に1時間ぐらいしか NHK 見てねえわっていう人とですね、まあ、お仕事引退されてて、1日8時間ぐらい NHK 見てるわっていう人と、同じ受信料っておかしくね、って、言ってんですけれども、聞く耳持ちませんね、NHK は。滞納率全国平均は 21.7% でした。つまり 78.3%、っていうのが支払い率ね。件数は993万件が滞納中、4600万件の契約のうち3600万件、ぐらいしか回収できていない。993万件、約1000万件ですね。滞納中。これ全部請求訴訟するのは、まあ不可能ですよ。実際受信料の請求訴訟はですね、毎年800件前後で落ち着いておりまして、この辺が NHK 的にも裁判所的にも処理能力マックスなんでしょうね。これ以上ね、NHK が請求訴訟1万件とか起こすと裁判所に怒られるんだと思いますよ。バカ野郎にやりすぎだよ。こっちの処理能力もパンクしちまう、怒られるでしょうね。とある条件満たした滞納者しか訴訟しないことは知っておるんですけれども、私、ヒント、裁判で決着したらきちんと回収できそうな人です。これとある条件あるんですけれども、回収できなさそうだな、この人。裁判で支払い命令出しても払わなそうだなって人には、最初から裁判仕掛けません。なので、それ以外の方は現金で回収に来る NHK さえ、勇気を持って追い返せれば、永遠に滞納できます。ご安心ください。まあ、滞納しね、テレビ捨てて契約しねっていうのが最強なんですけれども、まあ、うっかり滞納しちゃった方はね、請求訴訟がそんぐらいだ。1000万件中800件だ。1万分の1だ。思ってください。最初からですね、滞納するつもりで契約して、そのこと証明されちゃうと、詐欺罪成立なので、N 党が進める契約して滞納しろっていうのは、絶対に実行しないでください。N 党も犯罪教唆やめろってんだよね。難民申請を繰り返し、川口市に在住のクルド人、マヒルジャンっていう人、フェラーリで首都高を
180キロでかっ飛ばしてしまう、これ自分で動画撮って載せちゃって自分からバラしてしまう、同胞を使った解体屋とケバブ屋で大儲けしたそうなんですよ。で、あの他にもあのフェラーリ以外にもランボルギーニも持っておる、いうですね。世論、難民とは一体、不法難民族っていう設定が、難民だから貧乏とは限らないわな。カルロス・ゴーン、レバノンに逃げてますけど、まあ金はあるわな。あの人はあのレバノンが自国ですから、祖国ですから難民とは言わないですけれども、自分は難民で辛いって顔してるのが腹が立つ。普通に合法移住できそうだがなぜしない。難民申請を繰り返して居座ってるらしいんですけど、あのこのぐらいお金あったら何億か投資したり、日本で会社を起こしたりなんかした人は入れるんじゃなかったっけ。なぜしない。いくら自分で稼いだと言ってもフェラーリ乗り回す難民申請者っての違和感ありますよね。ここまで稼ぐのに数年ってことないでしょ。一体ね、何十年、難民申請繰り返してんだか。まあそうできるようにしちゃったのは民主党政権ですけどね。ほんとろくでもねえなあいつらな。せいぜい稼いで浪費して日本経済回してくれって感じなんですけどもね。まあ自分の金、自分で稼いだ金らしいんで、コラボみたいな税金をチューチューしてるとこが無駄遣いすると余計腹立ちますけれども、まあそうではないということなんですけれども、まあせいぜい浪費して、もう酔い腰の金は持たねえぐらい金使って日本経済回してほしいですね。とにかく難民申請中でフェラーリ乗りますってなんかおかしいよな。違和感だよな。パヨ秘宝、現在の保険証の不正使用がついに国会閉会中審議で明らかにされてしまう。国会で明言されてしまいました。井原厚労省保健局長、保険証確認不備が年間約600万件。これがマイナ保険証で激減する。顔写真付き保険証でなりすまし受診が防げる。これは不都合な真実、明言されちゃったよなぁという。世論です。事実陳列罪。なぜか発狂する左翼。役に立ちましたか。おっと、共産党が何か起こってるさ。腹が立ちましたか。どういう連中が反対してるのかよくわかりますな。マイナンバーカードの高々 0.0数%のミスを煽りに煽っておきながら数百万件の損害にはスルー。これはテレビと新聞のこと言ってるのかな。今までどれだけただ乗りされてきたんだ。不都合な事実に発狂した時事通信。保険証廃止狭まる包囲網、与野党から批判、岸田首相近く発信。まあ、どう考えても狭まる包囲網、追い詰められてるのは顔写真付き保険証を阻止したいパヨ側じゃないのかなと思いますけれども、まあね、これ自分がそうだから、追い詰められてるから岸田も追い詰められてるに違いないって思っちゃったのかな。600万件には未更新や保険料未納や本人未確認などが、本人と確認できないなどが含まれるんですけど、一体どんぐらいがなりすまし、これ詐欺罪ですからね。区分的には詐欺罪になります。詐欺罪で捕まってる人も知っております。一体どのぐらいがなりすまし、他人の保険証を使った犯罪なんだか、この辺の数字も発表してほしいですよね。学生運動世代は現在73歳から77歳、病院にはよくお世話になるお年頃となっております。なりすまし使用ができなくなると、まあ20代とかならね、年に1回も病院がねえいう場合もありますけれども、まあ70超えたら月に1回ぐらいは普通病院に行くのが普通だわな。だから体操お困りになるんでしょうね。だから必死で反対してると。逃亡中とか潜伏中で国保税を払いたくても払えない、日本に存在しないことになってる、やつとかもいるんじゃないかな。まあそういう場合はですね、偽名と偽住所名乗ってですね、全額負担で、まあなんでかんで病院にかかりたいって言うんだったらかかれますけれども、普通の病院は住所氏名を追跡確かめ確認なんかしないんだから、業務で忙しくて。左翼は甘え、全額負担は嫌だとかほざくんだろうかね。秩序の破壊を目指してるくせに社会システムは利用するっていうのは左翼は甘えであります。パヨがですね、マイナ保険証に必死に反対している理由もう一つあると思うんですけれども、これ私の推測なんですけれども、全病院での
受信記録がデータベース化されてしまう、ことによってですね、医療費無料の生活保護者が病院をはしごして薬をかき集めることができなくなるから反対してんじゃないかって私は思ってるんですよね。実はこれが全国のパヨ組織の資金源になってんじゃないか、あるいは北朝鮮に日本の薬、そうやってかき集めて日本の薬が輸出されてんじゃないかって私疑っております。もしそうだったらマイナ保険証切り替えでパヨ組織が随分弱体化するんじゃないか、資金源を断たれてね、と期待しております。日本からの薬が途絶したら北朝鮮労働党幹部の病死が増えたりなんかしてね、薬がねえなんつってね、日本からの薬、そういう不正な薬が生命線だったみたいな、そんなことでね、広告スポンサーの間違いや不正確をも無慈悲に指定してしまうコミュニティノート機能すげえ、という記事が、この人は大学の研究員が書いたもんですね。さて、ツイッターの新機能コミュニティノートが激アツです、荒れてます、盛り上がっておりますと、大騒ぎになってるって話ですかね。世論、やっぱ話にはオチが必要だもんな。意見が分かれる事情ならともかく、科学的なことで嘘つけなくなっちゃったね。なんでパヨだけ大騒ぎしてんの？特定の虫にしか効かない殺虫剤のよう。CM が野放しなのもおかしいから、嘘広告に物申してるのも画期的。NHK のツイートが餌食になってるのを見た。というか、憶測で変なことを書かなきゃいいだけ。2011年の映画作品、ザ・ライト、ベテランエクソシスト、ルースカス博士、ルーカス神父、これアンソニー・ホップキンス、羊たちの沈黙の、羊たちの沈黙の、で有名なアンソニー・ホップキンスがやってたんですけど、いいか、悪魔の武器は嘘なんだ、決して耳を貸すなって新人エキソシスト、弟子に教えておりました。自分がのし上がるために私利私欲でですね、今の階層秩序破壊、今の秩序を破壊して、だから命令系統、誰が上で誰が下でみたいな、そういうね、部長の言うことを課長が聞いてみたいな、そういうのを破壊を破壊活動をやってるのはパヨです。目指すパヨの武器も嘘でしてね、嘘を封じられたパヨは水に上がった魚のごとく何もできなくなってしまう。だからパヨばかりがコミノに対して発狂中なんじゃないかって、思います。沖縄タイムズ阿部記者、コミノは寝とうよと叫び、ことなきを得た。得てないですけどね。おかしなこと言ってる連中が、おとなしくなっていいんじゃないですか、これ。とってもいい機能なんじゃないでしょうか。前の大統領選、ツイッター、だいぶ荒れましたけど、トランプ候補のアカウント削除されちゃったり、大変なことだよね、それね。そんな一方的に、一方に肩入れしていいのか、みたいな、思いましたけれども、これで次の大統領選ちょっとマシなんじゃないですかね。どっちか一方が変なこと言っても嘘ついてもデマ飛ばしてもコミノが無慈悲に、発動しましてね、伝統破壊、文化破壊、秩序破壊、階層破壊、言論弾圧の5つがですねパヨの特徴なんですけれども、っていうかそれをやってるやつらがパヨなんですけれども、それが弱ることは私の喜びです。共産党はなくなった方がいい、政党維新馬場幹事長に発言撤回しろって迫ってるようですけれども、撤回しない、公安監視対象の危険政党を、追い打ちされてしまいました共産党。共産党は発言を撤回させるのが大好きなんですよね、実は。私も豊島区議会でやられました。いい単にがったグリーダー、当時の新聞にも鬼畜の所業って書かれてんだろうがって言い返して撤回しませんでしたけどもね。ベルンダイ、パヨは言論弾圧が好き、通貨言論弾圧するのがパヨ。なるほど。その共産党がですね、結党101年を記念して日本共産党の100年を発表、それの発表記者会見で C 和夫
長期にわたる統制交代から前進に転ずることが成功していない。今抜本的な前進に転じなければ任務を果たせなくなる危機に直面している。抜本的な前進、だったら代表を変えるとか、その党内から抜本的に、大変化したらいいんじゃないのかなって思うんですけど、まあそれはしないんだろうな言うだけで。世論、それはすすきの事件を追加してますか。なんか共産党員だったんだってね、すすきのの首切り事件、首狩り事件の共犯の犯人の親父が共産党員の医者だったんだって、暴力と血みどろの歴史はちゃんと載せたん。詳しくは公安調査庁内外情勢の解雇と展望で世界中で失敗した共産主義なのに日本でやればうまくいくって思ってる根拠は何ですか。リンチ殺人と山小屋とコンクリとサドルと盗撮と首狩り、が共産党の100年ですね。リンチ殺人っていうのは、不破鉄造の前の宮本賢治がですね、部下をですね公安のスパイじゃないかって疑って殴ったり蹴ったり蹴ったり殴ったりして、あ、死んでたみたいな。そんで服役中だったんですよ、宮本賢治、不破鉄造の前の委員長ね。それをですね、終戦と同時になんか恩赦かなんかで出てきちゃって、ちゃっかり政界にも復帰しちゃったりなんかして、これがリンチ殺人。山小屋、これ山岳ベース事件ですね。コンクリは綾瀬コンクリート殺人事件の話、胸くそ割り。サドルは埼玉の書記長がサドルにぶっかけてた、京都の市議会議員がサドルにぶっかけてた、盗撮も埼玉の書記長の仕業かな。首狩りはすすきのの事件ね。何の任務でどこに任された役割で、共産党の100年なんで去年出さねえんだ、もう101年になっちゃって間に合わなかったのか、共産党の闇を脚色して輝かしいものにするために手間取っちゃったのかな。ちゃんとですね、1922年ソ連共産党日本支部として誕生って事実書いたのかな、最初の初め出だし、サドルも首狩りもちゃんと書いてあんのかな。首狩りはまだ事件が新しいんで、更新しないと書けないでしょうけれども、任務を果たせなくなる、どこに任された無なんだよ、職務なんだ、中国か韓国か北朝鮮か、激しい反共攻撃にさらされそれは現在も続いているとも言ったらしいんですよ、この記者会見で。被害者分のお上手ですね。共産党の100年でもってですね、我が党の真実の姿を知ってほしいとかも言ったらしいんですけど、そんなこと言っちゃってね、共産党の真実の姿知られたら皆さんドン引きでますます支持率減るんでは。今でさえね、高齢化による自然減で減り続けてるのに、まあまあ学生運動世代がですね、上は77歳とかに達しましたんで、あと数年かな共産党の寿命はな。若い人のオルグに成功してませんからね。まあまあ毎日毎日変なこと言ってっから、賢い若者が騙されて加わってくれるはずないんですよね、共産党ね。まあまあパヨの弱体化は非常に非常に私にとって喜ばしいことで、あります。デトックスジャパン。